はい、あっしで、さあちょっと旅行行ってこいと思うんだけど、この辺ちょっと空き足なんで、ちょっと行ってあげます。じゃあ、皆さん、ちょっと行ってみます。ちょっと行きます。あばよ。若様、お迎えが参りましたわ。そうか。では、カチューシャ、行ってくるよ。若様、もうお別れでございますか。カチューシャはいつまでも若様のおそばにいとうございます。そんなわからないことを言っちゃいけないよ。ソラ、お前もよく覚えているだろう。庭の蓮葉の花の咲く時分には帰ってくるよ。まあ、あの懐かしい蓮葉の花、初めて若様にお目にかかった時も
あの花がきれいに咲いておりましたわね。そうだったね。雪が溶けて花が咲いたらきっと帰ってきてくださいましね。帰ってくるとも。だからお別れにお前の好きなあの歌を歌っとくれ。え、歌いますわ。おい、音楽だよ、音楽だよ。音楽よ。おい、音楽だってば。閉じてるわよ。おい、音楽だよ。いや、あなたのために歌いますわ。閉じてるよ。閉じてるわよ。ダメだ。いや、あなたのために歌いますわ。
大丈夫ですか。ここは他人の家でしょ。いいのよ、誰でもいないから大丈夫よ。なんだ、空き家か。あら、くっしゃいよ。うん。何にもね。お、うまそうなサンドイッチですね。あ、そうだわ。あの、どうしたんです？早くお家へ帰らなくっちゃ。あ、そうそう。じゃあね、あっちがね、うちまで送ってってあげましょう。ね。いいのよ、あんたみたいな汚い人と遊んでたの。見られたら私怒られちゃうわ。じゃあ、さよなら。下の人さ、じゃあ俺らも蹴るとしようか。あ、な、仲良くしようなお。じゃあ蹴るからな。じゃあまた来るよ。じゃあさよなら。
嫌な気を。どこすねん。そうなんでな、ちょっとごちそうにならなかった。返せたから返してんのね。だってお前せっかくあれしたものお前。
でもゴタゴタしてるんですから。いいんですの。うちの名子と来たらすぐ一人でどっか行って暇な癖があるんです。でも夕方になればきっと帰ってまいりますから。何をそんなに見つめてらっしゃるの。あんまり綺麗。あ、でっかい。いや、大きな指輪。これ何ですか。これ誕生石ですの。自分の生まれた月がこれでわかりますの。あなた何月ですの。僕はこの6月8日です。お名前は。土管の土管サンタです。まあ珍しいお名前ね。珍しい名前ですよ。あなたの誕生日あと3日ですのね。誕生日何です。そらいいことがあるの。どうもお待たせ申し上げました。あちらのパーラーでティーパーティーの支度が来ておりますから。どうぞ。あちらのチキパッパーと綺麗なんですね。はあ、ご冗談をおっしゃらずに。さあどうぞ。でも本当に結構なんですよ。やれやれ、あんなうちは行くもんじゃねえや。おじちゃま。あれ、あんたなんでしょう。吉井さんのとこのめいこちゃんでしょ。そうよ。あんたなんだ、幼稚園から逃げ出してたんでしょ。そうよ。おじちゃま偉いわね。きっとおじちゃま名探偵じゃなくって。まあ、なんでもいいから早く分かんない。お母さんも心配したんで。いや、よ。せっかくおじちゃまやワンワンちゃんと遊ぼうと思ってたのに。ねえ、帰らなきゃいけませんで。じゃあおじちゃま一緒に行ってくださる。やだ、あのうちは待ってるごめんだ。じゃあ私も帰らないと。しょうがねえな。ねえ、帰らないと怒りますよ。いいか。ちょっとおかしなお顔ね。まあまあ、今朝ほどはてる子、またただいま雨子をお救いくださいまして。いや、どういたしやつ。じゃあごめんなさい。いいえ、いけません。ただいまディナーの支度がさせてありますから。勘弁してください。で、さよなら。どうなすったんでしょう。またお帰りになったよ。あの方よほどお母様を嫌いと見えるわね。ユンな方だからお母さんみたいなおしゃべりを嫌いなのよ、きっと。はいはい、どうせあの方のようには行きませんよ。まあお母様ったら知らない。ほら、
ないのに映画なんかやって本当にあのぐらいもかわいそうね。かわいそうなのは私たちよ。昨日から何にも食べてないんですもん。音楽よりはとんかつ、あたいはがもどき、あたいはシューマイ、あたいは何でもいいわ。そういうわけでみんなお客さんが入らないんでお腹をすかして困ってんの。気の毒にな。いや、腹の空いた気持ち人一倍俺らによくわかるよ。あ、そうだ、おい、あてがんだ、みんなにそいつ夕食ごちそうしようじゃないか。まあ、それ本当？ああ、本当だと思う。じゃあみんな支度してもらってな。俺はな、これから昔の仲間やでからな。えよいしょ。お祝い申し上げます。大変に失礼とは存じますが、たった一人でお誕生日をお迎え遊ばすことはさぞお寂しいことと存じ、今夜みんなでお祝いに伺うことにいたしました。大変粗末なものですが、お料理をお届け申し上げましたゆえ、何とぞお納めくださいまし。食うなんて言うな。食うなんて言うな。人が来るってんだよな。これじゃ芸やりや、かまりかな、この人にあるからみんな気持ちしようじゃねえか。三角野郎が四角四面の講座の上で、演説使うは恐れながら、今夜の宴会何よと問えば、今日は圧死の丸田その日、格も見事な集まり願い、こんなごちそうをたらふく食べて、ありがたいやら嬉しいやらと、右や左のお旦那様よ、どうぞご指摘に願いまするがおいさに。
ご立派ですこと。ではお食事の間、我々の格式をご覧に入れます。はい。
君は知ってるのか。あ、よく存じております。そう、じゃあちょっと一緒に来てもらおう。あ、ではみんな一緒に来てください。メイコがまたいなくなったんです。誰かにさらわれたんです。また例の散歩でしょ。いいえ、きっとさらわれたんです。急所落ちか。急所と聞いただけでゾッとするわ。腐っちゃうな。また湖南旅行か。あら、この間のお嬢ちゃんじゃないかしら。あら、いつかのお姉ちゃんね。ずいぶん探したんですけれど、あの子に万一のことでもあったら私はもう。まあ落ち着きなさい。犯人はきっとあのサンタというルンペンに違いありません。いや、あの男はあの事件以来ずっとこの警察に引き留めてあるんです。しかしあのルンペンは大阪からこういう方が犬の件につきまして。うん、お通しして。あ、それからサンタ君を出してくれた。かしこまりました。三人殺しの犯人をセパートが捕まえたいう新聞を見ましてな、もう早速飛んできましたよな、明けて。へえ、実はあの犬は人さんからの預かり物でしてな、それがおらんようになりましたんで、えらい心配しましてな。あ、ごめんだ、ごめんだ。ありがとうございました。えらいすんまいなんだな。あ、ほど、待て、待て、待て。あの、私の方はあの子はきっと誘拐団にさらわれたに違いありません。さあ、みんな急がないと機体に乗り遅れるわよ。ちゃんちゃん、できた。私乗り遅れる方がマシだわ。何言ってんのさ、早く行きなさいよ。はいはい。あら、この椅子エイちゃんじゃない？あ、そう。自分で入れてちょうだい。はい。じゃあちゃん。はいはい、分かってるわよ。さあ、これはこれでいいのね。閉めるわよ。
いよいよ東京ともお別れね。そうね。この犬はえらいやだせ。これはもっとこの屋敷に住んでいたドイツ人に飼われていたんですがな、そのドイツの方が今度の欧州戦争に応召されはって、急にドイツに帰らはる時に私が預かって大阪へ連れてきましたんだ。ところがあんた3日も経たんうちにこれがいいようになりましてな、あたいはもうほんまに慌ててどないしようかと思って困ってる矢先へ、軍用犬として戦地へ連れて行く境にすぐ送ってくれとドイツから電報が来ましてな、それがどうだす、えらいやっちゃおまへんか。元の主人をしとうてはるばる大阪から東京まで来て、そして主人の留守宅をこうやって一人で留守番しておりました。ほんまに犬とはいえいじらしいやっちゃおまへんか。もう早速ドイツへ送ったらなりまへんねや。おい坊主、じゃあおめえいよいよ行くのかい。なあ、せっかく馴染みになったんだが分からなつれけどしゃねえや。おい、なんだでこの西部戦線とやら言ったら一生懸命働くんだで、いいか。
っ